オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。この度フランス365という新しい番組がスタートします。今回はプレオープンとしてフランス365とはどういう番組かご紹介いたします。まずフランス365とはオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが運営しているフランス情報サイトです。このサイトではフランス在住の日本人ジャーナリストが厳選したフランスの今を伝えるべくフランス最新ニュースをお届けしています。この番組はまさにフランス365情報サイトの音声版です。番組は毎回2部構成でお届けします。第1部は先週1週間にフランスで起きたトップニュースを順番にご紹介します。第2部はアンサンブルスタッフが選んだ先週フランスで起きたニュースの中から最も注目すべきものを日本語とフランス語を交えてご紹介します。この番組は毎週週の初めをめどにお届けする予定です。初回の配信は準備ができ次第配信しますので楽しみにしてお待ちください。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています。週の初めはフランス365でフランスの最新ニュース、週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。それでは皆さん、また次の配信でお会いしましょう。